日本大阪府大阪市、住吉区、浅香浅香は、大阪府大阪市住吉区にある町名。現行行政地名は、先行一丁目及び、先行二丁目。住吉区の南部に位置し、東に神田、西に杉本、北に阿弥子東、南に、堺市北区と接している。1960年、阿弥子駅から徒歩で10分ほどのところに、地下鉄車庫が作られる。 地元の先行地区の人たちは強く反対する。1965年、ブラック解放同盟大阪府連合会先行支部が結成される。先行支部は、社庫撤去闘争を組織上げて取り組む。1976年、ブラック解放先行地区総合計画実行委員会が結成される。大阪市と交渉を重ねて、社庫の全面撤去などの要求を認めさせる。 1981年、大阪市住吉区選考町と杉本町、杉本町一の四丁目、神奈町、阿鼻子町の各一部より成立。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。2020年4月現在、ありがとうございます。